はい、やってまいりました。本日ですね、2023年、9月は16日土曜日でございます。はい、ここはどこかと言いますと、見たらわかる琵琶湖。琵琶湖です。琵琶湖でございます。はい、今日はですね、大津クラフトビアガーデンというところにパデルのブースの出店をしております。はい、で僕は一応訪問介護事業所としてね、出店をするというような感じなんで、一応モーラの T シャツを着ております。はい、で、まあ、僕の紹介はね、ビデオなんで、いつも見てると思いますんで、はい、いらないんですけども、今日はあの茜はね、一応パデル選手としてね、出店を、してもらってますんで、はい、一応茜からも軽く、こんな感じで今日は来させてもらってますみたいなあれば。はい、こんにちは、モーラ所属パデル選手の茜です。はい、今日ね、初めてモーラパデルとしてこういう大きいイベントにね出店するので、一人でも多くの方にパデルを知っていただけるように頑張っていきたいと思います。ちょっとサンバイザーで思いっきり鍵が出てる。いい感じ、つまぶしい、つまぶしい。はい、ちょっと肩見える。まあ、そんな感じでね、この後ね、ブースの紹介を入れますんで、はい、行ってみましょう。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。はい、こんにちは。こんにちは。というわけですね、モーラ初の、イベント出展ということでね、はい、はい、モーラ所属のパデル選手、茜が、はい、茜です。今日はね、初めて琵琶湖とパデルのコラボレーションすごい楽しみにしてます。盛り上げていきたいと思います。よし、はい、ちょっとね、ブースの紹介をしていきますんで、はい、茜を入ってもらって、はい。まずは、はい、こちらね、私たちの活動の紹介のフライヤーを手作りして作ってます。はい、どんなことが書いてますか。はい、会社がどんな目標とか、そういうのをずっと書いてます。で、こっちは私の活動内容ですね。はい、私の気持ちとかつらつら書いてますので、よかったら見てください。はい、でね、こっちも吊るしてあるやつがあります。はい、そしてはい、で、これがね、プロのパデルツアーの試合をずっとここで流してます。なかなかね、大きいコートを撮影するのはちょっと難しいので、こういうのでイメージを持ってもらって、パデルにさらに興味を持ってもらえたらなって思ってます。はい、はい、では続きまして、続きまして、はい、レッツニュースポーツパデル、イエイ。どんなことが書いてますか。一応ね、パデルの日本に入ってきた日本にどれくらいパデルがね人気があるかとかね、あとここ大会に来てね、皆さんこの5日間、これ今日ですね、まだ明日、あと明後日も10月も3日間あるのでね、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、今回のあのイベントの、内容とね、パデルの紹介とで、茜の写真と、載ってます。はい、それから、はい、こちらですね、見えるかな、新しいかな、これ、あれ、めっちゃかわいい、こっちか、このロゴ、これムニックって言います。はい、これね、バルセロナ発祥の老舗シューズブランドですね。このロゴもめっちゃ可愛いんですけど、はい、で、私ももちろんここのシューズを愛用してます。茜は履いてるのは何ですか。私まだ履き替えてないので、ちょっと今一瞬履き替えてきてもらっていいですか。あ、わかりました。はい、ちょっと待ってます。5秒ぐらいでパパッといって、うん、はい、こちらですね。私ピンク好きなんで、このコントピンクのこれはめっちゃ気に入ってます。はい、ちょっと実の紹介もお願いします。はい、これね、一応、パデルシューズなので、結構そこが柔らかい感じになってて、ここがしっかりしてるので、ここ、このつま先のとこですね、ちょっと止まりやすい感じになってます。ここまでも結構細かい動きが多いので、すごくフィットしてるなって感じてます。はい、さあ次行きましょう。次は、はい、一応こちらね、はい、あの会社の名刺でございます。僕の名刺です。続きまして、簡易コートです。はい、手作ってコートを取りました。ここにはね、ラケットが
全然映ってる。ここのミスターにラケット、多分声聞こえへんでしょ。ここのミスターにラケットを持ってボールを打ってもらえる場所なので、ここに来てください、はい、ちょっと手法回ってみましょう。はい、はい、手法回ってみましょう。紹介しながら、はい、こちらはディラスのラケットよ。はい、ラケット、ラケット並んでます。ネットを挟んで、はい、ネット挟みます。これね、ちょっとちっちゃいんですけど、ジュニア用のラケット、大人と比べたらちょっと小さめになってます。じゃあ、はい、はい、こんな感じでね、ビリッと来てくれても楽しめるように、はい、はい、そしたら今日、助っ人が来てくれます。ご夫婦です。あかねも、あかね入る。あかねが紹介する、はい、今日ね、よく来てくださった、はい、緊張させてる。ホシダをね、中心にサークルとかされてるんですけど、はい、かっこいいラケット、オクトパデルです。オクトパデルです。これはドバイに備えらしい、輸入しました。すげえ。もうパデル愛好家すぎます。もう大好きですね。大好きすぎて。今日は来ていただいてありがとうございます。いやいや、頑張りましょう。じゃあみんなで楽しんでいきましょう。はい、はい、ということでね、今回この、パデルの、ブースをね、5日間今日と明後日と10月の7、8、9と、5日間出店しますんで、お手伝いしてくださる、方もね、助けてもいますんで、ぜひ来てください。ではアディオス。はい、というわけでね、初日、はい、終わりました。終わりました。どうでしたか。いや、もうね、思ってた以上にたくさんの人がパデルに興味を持ってくださって、うんうん、もう胸がいっぱいすぎて、ほんまに、はい、もう多分本当にみんなパデルっていう言葉今日めっちゃ知ってくれてた、うん、知ってくれてたじゃ、知ってくれたな、うん、知ってくれた、うん、ほんまにね。やっぱ一番強烈やったんが、あのね、
ぱ子供たちの笑顔、そうやな、もうあれはほんまにね、なんちゃらみんとかなんちゃら人とかが、うん、もうドバドバ出てたし、ほんまに今もそのテンションが多分伝わってると思うねんけども、明日は中一日空いて、そうね、うん、明後日に向けてちょっと作戦会議して、準備物も多分プラスアルファであるやろし、そうね、より良いものにして、せやね、オッケー、ほんなら今日は非常にこんな感じで、終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。アディオース。